香織先生に占ってもらおう。全然もうズバリだって、細木先生といったらズバリ言う。そうですよね。ご結婚されてるんですか？そうなんです。はい。まあ嫁の言うことを聞いてるしかないな。そこちょっと冷めてます。そうですね。マジですごない？嫌だなって思ってしまう時もあるんですよ。だからもうちょっと自分の感情をちゃんと出した方がいいですよ。うわっ、入った。これは言ってほんますごいです。ザイオンは非常にあるんですよ。お、ある。だけどちまちましてんだよ。ちまちまそんなんですよ。どうも、笠子です。どうもです。吉野です。お願いします。さあ今日なんですけども、はい、なんと、はい、細木香織先生に占ってもらおう。細木先生、すごいことですよ。すごいです。今回ありがたいことにですね、はい、細木先生サイドからですね、はい、ちょっとコラボの打診がありまして、もう喜んでというそうですね、ところなんですけども、そもそもどうして大喜びこちらとしてはということなのが、はい、やっぱりもうね、普段視聴者さんたくさん見ていただいている方はご存知だと思いますけども、はい、うちのチーム開発の中に一人やべえやついるじゃないですか。やべえやつ胸によくノーコメントと書いてある。そうやべえやつが本当についてない。みんなが知ってるところでいうとガチャガチャ企画もやばいことをやってるし、負けが続いてるというか、本当にリアルに悩んでたりもするし、悩んでんのよ本当に。でも今回占っていただけるというところで、実はですね、今回コラボで細木先生との同時配信になってると思うんですけど、僕は細木先生のチャンネルでいろいろおしゃべりさせていただいて、ぜひ見てください。本当にありがたいというか、なんか見ててもなんか面白かったですね。そうね、これはちょっとあんまり言うとあれなんで、ぜひ概要欄から飛んで細木先生のですね YouTube チャンネルのチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いいたします。そしてうちのチャンネルではチーム開発の面々を占ってもらおう。いや、ありがたいですよ。本当嬉しい、こんな機会。めちゃ嬉しいんじゃん。贅沢。めちゃくちゃ贅沢やんな。トンボ安武隆二義富、今いるのがこのメンバーなんで占ってもらう。で常なんですよ。一番なんやったら常も実は占ってほしい。そう確かにね、今後のこととか気になってるからだったんですけど、今彼マイアミにいます。マイアミそうなんです。どうなってんの。スケジュールがね、どうしてもこう合う合わんがあるから、これはでも縁ですからね。縁やからこの時点で常はついてないです。なので本日はこの4人ですね。4人でありがとうございます。特にそうそう、吉富本当に気になるんで、どうしたらいいかを教えてほしいよな。そうですね、確かにな。どうしたらいいんだろう、本当にいくつどうしないいかんことがあるのかも。そうね、ちょっと興味深いです。でワンチャンどうしようもないですもあるかもしれない。面白い。まあそればっかりはな、運命だからな。確かにそうですね。ひょっとしたら今日で名前も変わるかもしれない。ああ。そうですよね、その改名みたいなので運気が上がるみたいな。そうでもしないともう運気がどうにもならないかもしれない。逆に今一番いいですよっていうことかもしれない。それ言われた時ですよね。何を言ってるんですか。今が一番いいんですよ。だってガチャガチャもさ、考え方によってはタレント、まあプレイヤーとしては確かに花あるから。いやめちゃくちゃ美味しいっていう捉え方はありますよ。結果出してるからね。確かにいろいろと話を聞きましょう。まずは細木先生に挨拶行きましょうか。というわけで本日もせーのお願いします。さあというわけで、はい、こちらのお部屋に細木先生がいらっしゃるということで、行きましょうか。行きましょう。失礼します。よろしくお願いします。お願いします。細木香織先生です。よろしくお願いします。お願いします。失礼してもよろしいですか。いや、どうぞどうぞ。素敵なお衣装ですね。いや、ありがとうございます。綺麗な、それお部屋もね、この度は本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ僕の方はね、細木先生のチャンネルでいろいろお話はさせていただいたんですけども、僕のチャンネルではなんとうちのチームカジサックのメンバーを占っていただけたと。はい。ありがとうございます。しかも結構ちゃんとしっかりと事前にいろいろとね、情報とかも共有しながらですから、よろしくお願いします。本当に。4人なんですけど、今日1人マジでついてないやつがいる。そうなんですか。そうなんですよ。でも分かってないんですよ僕らも、それがついてないのか逆についてるのかとか分からないので、今日本当にはっきりとさしたいなっていうところ。なるほど、もうズバリ言ってください。ああ、いいんですね。もう全然いいです。お願いします。お願いします。もう、チーム抜けた方がいいとか、全然もうズバリ、だって、細木先生といったらズバリ言うと思うんですよね。まあ、そいつだけじゃなくても、他のメンバーもいますから、もう今日はズバリと。いいんですね。もう全然言っていただきたいなと。わかりました。思いますので。楽しみです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ、一人ずつ、伺ってもらいましょう。はい。さあ、というわけで、まずはトンボからよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。じゃあ俺下がっとこわ。わかりました。なんか不安になったら呼んで。わかりました。じゃあ細木先生よろしくお願いいたします。お願いします。トンボさんはですね、火星人マイナスの冷房星といって、ちょっと特殊な星回りなんですよ。そうなんですね。難しい捉えどころのない人ですね。そうなんですか。だから周りからはちょっと何考えてるか分かんないっていう感じですね。結構分かりやすいと言われたりもするんですけれども、多分近しい人はそうかもしれませんけど、本当なんかこの人何考えてるのか、二重人格なのかみたいな。なるほど。すみません、ちょっと分かります。分かります。なんか分かりやすいと思われるんですけど、なんかちょっとそういうとこあって、昔一個あったんがすごい。いいやつな感じはするんですけど、裏でなんかスケジュールの文句言ってたりとか。ちょ待ってください。このペースで入ってくるんですか。確かに。一回なんか間違えて僕に電話をかけて、かけてると思ってなくて、スケジュールの文句を言ってたんですよ。でも妻にね、こう喋ってるところ実は繋がってたっていうね。あれで火星人マイナス3。ほんでいらんエピソード。そのエピソードいらんかった。すいません、失礼いたしました。あ、まあそういうとこね。昔の話です。あ、昔の話なんですね。はい。なんで、でもなかなか本音を人に言わない人ですよ。あ、そうなんですね。結構気使うし、繊細だし、ビビりなところがあるんで。でもそうですね、はい。で、割とこう客観視して人を見てる部分があるんで、あんまりこう感情移入したりとかいうことはない。はい。だから時に非常にクールな人だなと。あ、なるほど。思われることもあるんじゃないかなというふうに思います。はい。なんで仕事もやっぱりちょっと特殊なので、運気もいい時と悪い時とやっぱり差が激しいんです。だからメインの火星人の運気が良くても、対極にある水星人の運気が低迷してると、やはりいい波に乗れない。だからなかなか自分でもチャンスをつかめなかったり、モヤモヤするっていう時期はあると思います。なるほど。だけど焦らないっていうことが一番大事です。焦らない。割と人と比べたりとか、もっとこうなりたいっていう気持ち、願望は強い人なんですよ。あると思います。だけどそれが先走ってしまうと失敗してしまうんで、そこは要注意ですね。マイペースに焦らずにいくっていうこと、そして決して人と比べずに比べないっていうことですね。わかりました。やっぱどうしても先を行きたがるっていうところがあるんで、自分が本来は目立ちたいし、能力も発揮したい、そういう気持ちは非常に強い人なんですね。ああ、そうなんですね。だけどそう流行る気持ちを抑えるってことが非常に重要になってくると思います。はい。まあでもご結婚されてるんですよね。あ、そうなんです。はい。まあ嫁の言うことを聞いてるしかないな。あ、ちょくちょく当たってるじゃん。なんか刺さった今。なんか音聞こえてる。ブスっていう。そうですね。これは歯向かわないが一番ですね。ああ、でもそれはおっしゃる通りだと思います。やっぱり、はい。なんで？やっぱりリオちゃんの言うことを聞いてたら間違いないことが多いんで、あんまりこう僕が歯向かって良かったことがあまりない。だからやっぱりちょっとイラッとしても、素直に聞く。ああ。そうですね。はい。すごい。そこですね。はい。でもそこは気をつけます本当に。ちょっとプライド高いんですよ。ご自身がね。僕が。だからどうしても何か言われた時に言い返してやろうとか。耳が痛い。刺さった。突き抜けた。そういうのが出ちゃうんですよ。はい、出ると思います。はい。もう彼女はリズムで来るんで絶対構わないですよ。いや、すごいわ。その通りです。勝ったことがないです。で僕もその勝ちたいっていう気持ちになっちゃう。勝負になっちゃうのよね、どうしても。そうなんですよ。勝負じゃないんだけどね。言いたいこと、はい、その本質ずれちゃうんですよ。うわっ勝ち負けになっちゃうんですよ。本当に。ちょっとこれ飲んでいいですか？すごい聞けてよかったです。やっぱりそうなんだっていう腑に落ちる部分があったんで、だから勝とうとしないことです。わかりました。肝に銘じておきます。ありがとうございます。ちょっとその辺が人生の大きな注意点ではあります、ね。わかりました。了解です。仕事はリスペクトできる人とこう関わっていけば、はい、絶対にうまくいくと思います。あ、本当ですか。ただその環境が崩れた時、はいはいはい。その時はもう多分他に移りたい。うん。そこから抜け出したい。うん。っていうことになっちゃうと思います。自分がそう思っちゃうってことですか。要はいくら金額をもらっても、うん、メリットがあっても、うん、やっぱその自分の感情気持ちっていうものがそこから離れたら、うん、おそらく無理です。なるほど。リスペクト。金で動くっていうタイプじゃない。ああ、なるほど。はい。だからいかにその内容、うん、それが充実してるか、うん、そこが一番重要になってくるんで。はいはいはい。まあそれがこうキープできるような状況を作る。うん、なるほど。それにはおそらくしっかりコミュニケーションを日頃から取るとか、はい、やっぱり自分の気持ちも素直に伝えるとか、なるほど、素直に人の話を聞く、はい、まあこの基本的な当たり前のことではありますけど、はい、まあやっぱり大人になると忘れがちなんで、確かに、まあそこを肝に銘じておけば仕事はいいチームっていう形で進んでいけるんじゃないかなと思います。ありがとうございます、はい。まあ、なんでやっぱり奥さんとのそこですね。そうですね。これリオちゃんかなり深くうなずいてるんじゃないか。いや、そうなの。すごくない？いや、すごいです。やっぱり僕がね、本当にね、揉めた時にね、この小さなプライドがグッとこう出てですね、絶対に負けるものかっていう気持ちになる時があるんです。でそういう時は決まってうまくいかないんです、はい。結局僕が最終的に何ていうんですか、間違ってたってことになるんで、絶対負けますからね。絶対に負けるんですね。あと小さいプライドとか言ってたけど、大きいけどな。小さいプライドって言うところが大きいプライドですね。なんか確かにこっち向かないで。先生見て。ありがとうございます。なんでそこをちょっと注意されて。わかりました。聞かれると、まあプライベートも仕事もいいバランスでいくんじゃないでしょうかね。わかりました。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。でもさ、うん、仕事の話は素晴らしかったよね。ああ、そうですね。なんかお金で動かないみたいな。ああ、でも自分もそういう分かるなっていうところはあるんで。でも実際これほんとすごいっすね、うん、今おっしゃってくださったことが、僕付き合い長いんですけど、うん、もう全部完璧に当たってました。あ、トンボのこと言ってるなってすごい分かりました。分かる分かる。すごい。まあお金も昔からそうやもんな。そうですね。うん。ほらやっぱりそういうタイプの人なんで、うん、まあ多分チームとしては大事にはした方がいいと思うんですよ。で頭も切れるし、はいはい。でもね、テンパるとダメなんですよ。ああね。先ほどおっしゃってたじゃないですか。なんかそう、冷静に。そう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 。だからどうしても感情が先立っちゃうタイプでもあるんで、まあそのバランスなんですよね。だからやっぱり低迷してる時とかっていうのは自分のコントロールが効かなくなっちゃうんで。そうなんですよ。その流れをしっかり知るっていうこともやっぱり重要なんです。あ、自分でそうか分かっていた。分かっていれば、今ちょっと低迷してる時だからいつもみたいに言っちゃいけないなっていうブレーキがかかるじゃないですか。確かに。まあそれで人と関わったり夫婦の関わり合いをすると、やっぱり人間関係も円滑に回るんで、なるほど。で仕事もやっぱうまく進みやすくなるじゃないですか。うん、確かに。だからやっぱ流れを知って自分の性質をしっかり知るってことは非常に重要なことなんですね。なるほど。で俺先ほどさ、鈴木先生のチャンネルでいただいた本があってさ、はいはい。お前も火星人マイナスの本買ったらええよ。絶対。これ読みます。絶対に。絶対。はい、買います。よかったな。よかった。本当にありがとうございます。お疲れ様。ありがとうございました。さあ続いては、はい、安武、はい、いきます。よろしくお願いします。お願いします。安武。安武さんは金星人マイナス。金星人マイナス、はい。割とこう流行に乗るのも好きだし、先見の目があるし、情報収集するのが得意ですね。だから多分いろんなところにアンテナを張ってお仕事されると非常にいいと思います。割とこう先読みできるタイプなんで。ただ問題は結果を早く出したがるんですよ。とにかく結果っていうことに重視しちゃうんで、そうですね、そのプロセスにあんまり目を向けないんですね。はい、そうするとやっぱ失敗するんですよ。早く結果を得ようとしてしまうんで、そこは注意点ですね。確かにそうですね。僕本当にプロセス重視せず最短で結果を求めるから、うん、途中のその人の感情とかそういうとこ結構無視しちゃうんですよ、うん、だからちょっとサイコパスだったり、はいはい、ドライみたいな感じで言われたりするんですけども、おっしゃる通りですね。だからそこがちょっと軽率に映るんです。はい。わかる。はい。はい、来ました。すごいわかります。なんか俺たちもなんか目標に向かって走ってる時になんか彼だけ温度感じない時あります。そうなんですよ。なんかその途中感情で動いてる人たちに対して無駄だなって思ってしまうって冷めてしまう時があるんですよ。それを先生、はい、無駄だなって思うように、はい、しないでほしいんですよ。だからその顔に出てるんで、その辺を注意してください。注意してほしい話になってる。おかしい。いやー、そうだから割とね、周りの人はもっと、まあ、青春じゃないけど、はい、熱い気持ちを持ってね、はい、こうやっていきたいんですよ、はい、チームですから、はい、仲間みたいな、はい、そこちょっと冷めてます。そうですね。マジですごない。なんでわかんない。なんか本当にでもなんか嫌だなって思ってしまう時もあるんですよね。なんかそこの感情いるとかその仕事じゃないですか。はい、はい、なのでもちろん感情が大事ってことも最近ようやく分かってきたんですけれども、結婚してからやっぱその感情って大事だなって思ったんですけど、それまでは本当鬱陶しいなって思ってでもそれは気をつけます。でもやっぱせっかくチームですから。そうですよね。はい、やっぱ一人じゃ体制はなせない。そうですね。なんでやっぱチームあってですから、はい、そこはちょっと注意された方がいいですね。はい、心がけます。だからムードメーカーでもあるんだけど、時にそのチームの、はい、形を崩してしまうというポジションにいますから、はい、ちょっと際どいところ。わかりました。そこはちょっと気をつけていかれた方がいいと思いますね。はい、なんかまあお金はですね、はい、金運はないわけじゃなくて、はい、非常にまあ困らない、お金には困らない程度は保てるんです。すごい、昔からね。来ました。先生ほんとすごい。僕彼とも付き合い長いんですけど、はい、で別に彼芸人としてめちゃくちゃ売れたからさ、売れてなかったんですけど、うん、昔からお金に困らないんですよ、うん、それなぜだか聞き出してください。お金に困らないね、はい、タイプなんですよ。そうですね。でも今の話そうなんですけれども、例えば東京出身だったので、うん、実家があるから家賃とかが払わなくていいとか、うん、でバイトするのとか結構好きで、うん、それで東京の実家に住んでバイトしてたから、売れてない芸人だけどそんなに困らないみたいなのも結構長くあったりはしましたね、うん、でも溜め込むタイプじゃないでしょ。あ、そうですね、はい、お金を回してこそそれでうまくいくんですよ。はい、はい、だからこれを全部溜め込んじゃうと、はい、そうはいかなくなるんで、はい、だから使ってなんぼじゃないけど、うん、お金をこう回していくっていうことを考えた方がいいと思います。 ありがとうございます。なんでお金にはそんなに困らずいけると思います。嬉しい、ありがとうございます。恋愛に対してもあんまりプロセスは気にしないタイプ。ロマンチストではないんですよね、あんまり。現実的みたいな。現実的。いや、リアリストなんですよ。だからそればっかりいくから。はい。でも人を楽しませたりとか、はい、喜ばせるってことは好きなんですよね。あ、そうですね。そこに関してはすごいいいので、それは仕事で生きてると思うんですよ。はい、でもやっぱりまあ結婚してそういう関係を持ったんだったら、はい、もうちょっとそういう家庭にも目を向けていくってことが重要だと思います。はい、あんまりこう家庭に目を向けるタイプじゃないんでね。どっちかというと外に目を向けるタイプですから。でも僕結構意識してそれを気をつけるようにはしてるんですよね、うん、うちの家庭環境が良くなかったので、うん、で父親があまりだったので自分はそうならないようにしようと思って結婚したら家庭を大事にしようって意識してすごいやってるんですよ、うん、多分おっしゃってることって、うん、それをちゃんとしないとそうなってしまいがちっていうことなんですよね。ですよね。はい、それはそこはちょっと気をつけていかないと、はい、形を保てなくなってしまいますから、ね、自分が仕事とかこれやりたいっていうとそれ夢中になっちゃうんですよ。確かに、はい、周りが見えなくなってしまう、はい、そうなった時が怖いんですね、うん、だからチームの中でも、はい、自分がこうってなってしまうと、はい、人の話を聞けない、うんうん、見えない、はい、全然こう自分の中だけで完結しようとする、うん、っていうところがちょっとはみ出し物みたいになっちゃう可能性があるんで、そこはちょっと気をつけていただきたいなと思います。ありがとうございます。ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。すごない？すごい。いや本当すごいっすわ。いやさっきも言いましたけどやっぱ付き合い長いんでズバズバで安武が言ったこともすげえ分かった。本当に変わったんですよ。結婚してからもう本当に妻を愛しっていうところで。なあ、はい、でもだから心がけないとそうなる、うん、その星というかのを持っているってことですよね。強い意識をしないと、はい、やっぱりそういう形を保てないんですね、うん、本来の星の性質だと、うん、俺が言うのもあれですけど、はい、親父最低だったんですよ。そうなんですよ。なあ、そうなんだ。でも反面教師なあが多いな。よう喋ったな。でも反面教師としてそれを受けたんで。今そう心がけているんでより一層気をつけて、そういうおっしゃることが本当に分かります。なのでちょっとね気をつけていかれるといいと思いますよ。ありがとうございます。すごいすごい先生ずっと鳥肌立ってました。そんな分かるんですかこれ。そうですよ。やばくない？すごい。これますます吉富が楽しみ。そうですね。じゃあでもその前に実は謎の、我々からすると謎の星にいるんじゃないかっていうメンバーリュウジがいるんですよ。宇宙人プラスプラスってやつが宇宙人プラスプラスがいるんですよね。ちょっと見ていただきたいなと思います。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ではお願いします。お願いします。急に若いね。そうです。急に若いな。ちょっと今おじさんたちを見ればよかった。ちょっとチームクエスタックの唯一の若手です。ですよね。誰かの息子かなとか。リュウジさんは土星人プラスっていう星なんですね。なんで非常に向上心も高い。なんかこう努力したいで、そして人の目も気になる人、まあ、世間体も気にする人ですね、はい、ですごい真面目なんですよ。生真面目っていうぐらい真面目なんですよね、はい、だからあんまり人にこう自分の考えを理解されなかったり、うん、っていうことは多々あるんじゃないかなと思います。はい、だからもうちょっと自分の感情をちゃんと出した方がいいですよ。うわっなるほど。はい、さあ、いっていって、これは言って、これは言って、ほんますごいです。彼今そこ課題で、今巷では AI って言われてます。なんかね、自分がこうあるべきっていうのが強すぎるんですよ。だからそれを、その概念を外さないと、こう周りと馴染んでいけないし、周りにも理解してもらえなくなっちゃう。もうちょっと素直に自分の感情を出すってこと、はい、これをやっぱしてってくれないと、はい、特にこのおじさんたちですから仲間がちょっとねハードル高いとは思うんですけどちょっと頑張ってもらいたい。そうです。確かに感情をこう出すっていうのはちょっと苦手なとこありますね。うん、それをねしていかないとダメなんです。あ、なるほど。ちょっとそれがかっこいいと思っちゃってる部分もあるしね。ちょっと待ってください。そうなんですか。そうなんですかね。いや、やっぱりなんかちょっとイケてる自分みたいな、自分こうありたいみたいな、そういうのが高い人なんですよ。お前捨てたなお前。そうなかもしれないです。そうなんや。だからまあゆくゆくはこうなりたいとか、結構先のビジョンみたいなもの、はい、これを自分でも描いてるはずなんですよ、ビジョン、だけど天の邪君のとこがあって、はい、素直に「お前こうだろ」って言われても「そうです」って言えないタイプなわけね、はい、だから本当の自分が自分でも分かりにくかったりするんですよ、でもこれがやっぱり年々せっかくこういうね人生経験豊富なおじさんたちといるわけですから。そうですね。あ、ごめんなさいおじさんおじさん。全然 OK です。全然 OK です。マジ言ってください。だからそこから吸収して、もうちょっと柔軟に物事を捉えて考える、そして素直に発言をしていく、自分を打ち出していくってことをした方が、腹を破りなさいってことですね。はい、ありがとうございます。それがないとおそらく仕事はうまくいかないし、このチーム内でも長く継続していくってことは難しい。なるほど、ありがとうございます。今若いからこれ許されてるけど、はい、違うフィールドに行った時、はい、ちょっとやっぱ鼻につくやつだなとか、そういうことになっちゃうんですよ。はい、でも今だからこれは許されてるけれども、やっぱりね一歩違う場所に出た時に「おい」っていうことになっちゃう、はい、まあそれは損するじゃないですか。そうですね。なんでそこの改善はした方がいいと思いますね。はい、あそれでもうちょっといろんなものを吸収して。はい。もうちょっとバカになった方がいいです。お、わーい。バカになれ。バカになろうお前は。そうですねばっかり言うんすよ。そうですねって思ってもないくせに。でもそういうことはもう先生言ってた。そうだ。それがもったいないんです。もう一歩自分が出せばもうちょっとみんながいじってくれたり、うん、もうちょっと違うスパイスを入れてくれたりするんだけど、もうそれだけだと他に入れようがないじゃん、はい、周りの人も。だからそこがもったいない。そこを自分で開いていかないと入らなくなっちゃう、そして成長しなくなっちゃう。せっかく若いしいい環境にいるわけですから、はい、なかなか入れない環境ですよ。ここでいろいろ吸収するっていうこと、それには殻を破るっていうこと、これをちょっと考えていた方がいいと思いますね。わかりました。どうよリュウジ。リュウジの言葉は。でも結構刺さると言いますか、こうなんていうんですか、もう本当に当たってると言いますか、そうです。本当に感情出せ感情。バカだね。ここだ。でもそうですね、もう言われた通りもう素晴らしい環境にいさせてもらってるんで、もう今のうちにしっかりと。どんどん経験していきたいなと思います。まだだな。よ先生。先生よ。頑張ろう。はい。お疲れ様。ありがとうございます。いやでも本当にありがとうございます。でもちょっと来たとかあったんじゃない？いやありますね。やっぱりでも気持ちもわかるんです。先ほどおっしゃったようにおじさんだらけのもう子供でもおかしくない気は使うじゃないですか。しかも我々一応元芸人とか芸人が揃ってるんで、その中で何か結果を残さなくちゃいけないってなかなかやっぱ難しい中で、でももう2年おるんですよ。でもね、もともと甘え下手なんですよ。おお、なるほど。だからそこをやっぱり破っていかないと損じゃないですか。だってこの若さ使えるじゃないですか。本来はね、許される、失敗しても。それ僕刺さったんですよ。さっき先生おっしゃってたけども、今リュウジが40代だったら僕引っ叩いてますもん。ほんまにお前そうですねしか言わんやろおっさんやのに言うて、帰れ帰らんかお前言うて、若さやからっていうのはすごい分かった。まだだからこの中だから成立するんですよ。でも一歩外に出たらまた違うじゃないですか。そうや。これを機にさ、殻破れって、そうですね。3年目やで、やっていこう。はい。しばらくそうですね、禁止やでお前。そうですね。そこはええぞ。そこはええぞ。バラエティ能力はね、高なってきてる。ああ、だんだんね。やっぱおじさんたち面白い人だよ。そうですね。それはだんだん良かったですね。殻は破りきれてませんね、まだね。やろうな。頑張っていきます。よかった、よかった。ありがとうございました。頑張ってください。さあというわけで、いよいよラストです。吉富さんの登場です。はい、よろしくお願いします。お願いします。吉富、ちょっと誰が似てるなとか思っちゃって、今度面と向かって触るとなんか似てるよね、鈴木おさむさんと。そう、正解。コメントよく言われます。はい、めっちゃ似てるとこで、ちょっと一瞬ドキッとするわ。あれ以上ですよね。なんかちょっとねえ、びっくりしちゃう。吉富さんはですね、水星人プラスっていう星なんですね。はい、なんで非常に財運とかビジネス運はには長けてるんです。長けてる。はい、ただ残念ながら結婚運恋愛運はないんですよね。はい。でどっちかというと自分一人の時間が大事な人なんで、はい、あんまり本来はチームだったりとか、家庭だったりとかっていうくくり、この中に縛られるのは苦手なタイプなんですよ。はい、だからどっかなんかこう一人で、やってるかっていうもの、これがないとうまくバランスを保ってないんですね。だからチームの中でも自分だけで完結できることだったりとかいうものを持ってないと、まあ、常に誰かに確認したり聞いたりしながら連携を取ってっていうのは多分しんどくなると思います。なんでその辺を少しチームでやるっていうんだったら、そういうとこ自分はあるなっていうことで意識しつつ、周りと一緒にいないといつか一人で孤立して離れるっていう関係にもなってしまいますので、ちょっとそこは注意が必要だと思いますね。はい。でも一人の時間が好きみたいなのはものすごくそうだと思ってたので、だからそれをちゃんとキープできないとダメだと思うんですよ。例えば結婚とかチームで仕事してても、なんかこう自分の時間がしっかり担保できるようにスケジュールしていかないと、ちょっともうしんどいな、きついなっていうふうになってしまうんで、これを保つんであれば。ちちょっと自分の時間っていうのはしっかり保つようにした方がいいと。すごい。いやマジマジで。やばくない？そうですね。いや本当に彼実は一人っ子なんですよ。はい。でやっぱりその一人っ子感がやっぱりチームの中でもやっぱちょこちょこ出てくるんですけど、そういうとこなんだなと思ったし。そうですね。ただ俺ちょっと良くないかなと思ったのが、彼今チームカジサックの事務所ってあるんですけど、そこに住んでるんですよ。なので自分の時間が取れてないんじゃないかなって僕思ったんですね。引っ越した方が良かったりしますか？これは自分の場所はちゃんと構えた方がいい。ああ、引っ越せ。そうですね。引っ越します。引っ掛けたい。で今年は非常にいいんですよ。今後の方向性を決めるのにとても重要な時期でもあるので、はい、やっぱり自分のその今よりフィールドを変えたりとかっていうのにいい時なんで、はい、まあできれば今年早い段階でちょっと探してどっか引っ越しをするっていうのは非常にいいと思います。はい、だからなるべく早く探して動いた方がいいです。はい、ちょっともう早めに引っ越します。で来年は貧弱って言って体に問題が出やすい時期なんで、ほう。ちょっと低迷するんですよ。はい。でちょっと小休止した方がいい年なんですね。小休止した方がいい。引っ越して小休止。なんか健康を害するってことですか？そうです。大きめのやっぱり精神的ダメージが来たり、それによって体調崩したりってことになってしまうんで、まあいつもは買わせることでもやっぱりストレスがたまりやすくなったりとかいうふうになっちゃうんで、今のうちにきちっと環境は整えておいた方がいいと思います。はい。やばい、ちょっとこれすごいわ。ごめんな。はい。あ、どうぞ言いたいことあったら。あ、いやいや。今日もちょっと腎臓結石みたいなの、石が僕ちょっとできやすいんですけど、そういうのもなんか久しぶりに今ちょっとなんか違和感を感じてて、来て石の痛みかなっていう感じになってるんですけど、だからやっぱり来年はそういうのがどんどん出やすい時期なんで、今年のうちに早めに受診してちゃんと対処できるところはしといた方がいいです。見といた方が。もうだからほら今みたいにちょっとあれかなっていうのをスルーしちゃダメってことです。確かにスルーしがちなので、なんでちょっと早めの段階で行った方がいいと思います。はい、ちょっと何喋るか忘れたから一旦下がる。何喋る？なんで出てきたんや。マジで忘れた。なんで忘れた。あ、ちょ思い出した。失礼しました。はい。いや今すごいなと思ったのが、やっぱり吉富って今まで実は一人だったんですよ。ずっと芸人もやっていて、でも半ばちょっともう諦めて地元に帰って一人で構成作家実家暮らしでやってて、でちょっと電撃的な形でチーム活作に入ったんですけども、多分その中で彼すごい僕最近感じてたのがストレス感じてるなと思ってたんですよ。やっぱり自分のリズムの人だろうし、だから結構実は俺言ってなかったけど心配してて、なんか急に顔むくみ出したりとかしてなんかもうそこは出てたんで、例えばそのストレスを解消する方法というか、そういうのをちょっと教えていただけたらななんて思います。ありがとうございます。あんまり人で解消しようとすると、はい、逆にストレスになるんですよ。だから自分が本当に夢中になれることとか、一人でできることですね、それをした方がいいですよ。一旦仕事から離れて、はい、完全にそれが頭から離れるような状態を、必ず一日数時間でもしっかり作るっていうことです。確かに今、ちょっと前からもそうなんですけど、デジタルで絵を、イラストを描いたりして、なんかその時間は結構なんかリラックスできるというか、で最近ちょっとチーム加入してからその仕事を覚えたりとかっていうところで辞めてたんですけど、最近またちょっと書き出すようになって、やっぱなんか自分の中のリズムが整う感じがするというか、なんかそういうのあったんです。そういう時間を大事にした方がいい。何か夢中になれるそういう時間、また仕事とは別っていうことで、切り離せるような時間を必ず入れていくっていうことを心がけられた方がいいと思います。わかりました。結構ストイックに頑張っちゃうタイプなんで、突き進みすぎちゃうと急にドーンと低迷した時、特に水星人というのは日頃強いんだけどネガティブに陥りやすいんですよ。だからこの低迷した期間っていうのがこの先またやってきますから、2026、7、8、9、2031年ですね。2031年から3年間大作会っていうのが始まるんですね。やっぱこの低迷してる時、特にネガティブになりやすいんですよ。だからそうするとそこから這い上がるのに非常に時間がかかってしまいますので、今のうちにちゃんと環境を整えて、ライフスタイルを整えるってことを習慣づけられた方がいいと思います。なんかさっき結婚がないみたいな話が出まして、はい、で一人の時間がみたいなところなんですけども、うん、結婚についても、うん、まあ人生の中で結構大きなことだと思うので考えるんですけど、確かにそのあんまりその結婚したいとかっていうのは強く全然なくて、でなんならまあ過去ちょっとした実家に住んでる時期がありまして、その時だから猫とよく2人でこう部屋の中で過ごしてたんですけど、だからそういう動物とかとこのままそういう空間を作った方がいいんじゃないかっていう、結婚はせずにって思うんですけど、いや結婚はした方がいいんですよ。した方がいい。ただその自分のライフバランスをちゃんと理解してくれる人を選ばないとしんどいってことなんですよ。例えば梶作さんみたいに、はい、こうめっちゃファミリーみたいな、はいはい、なんかこれは多分しんどいと思うんですよ。あ、自分がいらんかった。そこはちょっと向いてない。なるほど。だからまあこれは無理かもしれないけど、例えば週末婚とか、はい、まあちょっと距離が離れるとか、うん、まあそれぐらい適度な、関係を保てるとか、まあ自分が仕事で忙しくて何かに没頭したい時はきちっと理解をしてくれるとか、はい、まあそういう人をちゃんと選ばないと、うん、絶対に継続は難しいですね。なるほど、ありがとうございます。だから分かりやすいもうがっつり家族みたいなものは多分しんどくなると思います、うん、でもその距離感をちゃんと分かってくれる人だったら継続はできると思いますので、なんか自分のことをしっかり分かってくれる人をちゃんと選んでくださいねっていうこと。なるほど。興味ないことはないもんな。だってなんか吉富ってちょっと決めつけるところがあって、まあ、僕もなんですけどちょっと似てるところもあって、なんか自分はそうなんじゃないかなってさっき言ってたけど、うん、ちょっとそういうとこあるもんな。ありますね、うん、でも今のお言葉いただいたらさ、別に結婚しちゃいけない人ではないっていうことですよね、うん、会う人と結婚すればいい、うん、そうそうそう理解してくれる人、はあ、っていうことですわ。はい、パートナーはいた方がいいですよ。特に孤独になっちゃうからね。いた方がいいタイプですか。いた方がいいタイプだって。ただそれを保つのが難しいタイプなんで、それにはやっぱり自分のことをちゃんと理解してくれる人を選ばないと結局しんどくなっちゃうんで。どういう人がいいかっていうのはもう自分で決めるというか、そう自分がどういう人となら生活できるかって分かるじゃないですか。はい、もうだってがっつりべったり、もう今どこにいんの何してんの、絶対無理ですから。そうですね、すごいっすね。そこまでわかんのすごいっす。マジでそれも喋ったことあるんですけど、その話本当に言ってたんですよ。もうほんと一人の時間が欲しくなっちゃうんで、お付き合いしてても。そうだから、例えば結婚しても「あいやいやいいよいいよ、今日は好きに遊んできていいよ」とか「今日は仕事に没頭して」とか「あんまこっちのこと考えないでも大丈夫よ」とか。まあそういうやっぱり理解あるちょっと寛大な女性を選ばないと、多分継続難しいんですよ。確かに。いや見つかりますかね。いや見つかるはずですよ。だって水星人でもそれでバランス取って一緒に生活してる人はいますから。そうですね。だからそういう理解ある人っていうのを探すっていうこと、焦らず焦らないで、それが大事ですよ。ありがとうございます。あと1点すみません、はい、お金のことをちょっと聞きたくて、はい、彼が結構企画でお金を払うことになるみたいな流れがむちゃくちゃ多いんですよ最近、はい、なんか金運じゃないですけど、はい、そういうのって見えたりしますか。財運は非常にあるんですよ。おある、言ったら一番ありますよ。おおその入ってくる量も多い、不動産運も本来は一番あるんですよ。本来何かが起きていますよ。だけどすごいよ、中途半端でしょ払い方が。ああテマテマしてんだよ。テマテマすんな。なるほど。まあちょっとケチっていうか、ちょっと出し惜しみ。ああちょっとちっちゃくちっちゃくやっちゃってる。うん、もうちょっとドンといけよっていう感じ。ああなるほど。やっぱそれってせっかくある財務も逃げてきますから。はい、ドカンと使えば、そのお金が回る。やっぱいつかは回って帰ってくるんで。はははは。でどっちかっていうと何でも損得感情、そっちが先立つんで。うん、はい。これ払ったらどうだろうこうだろう、先にそっちが行くんですよ。いやいいから出せよっていう話で。確かにすごいすげえ。何これ先生、ちょっとすごくないですか？すごいっすね。この間それこそちょっと企画でロレックスを買うっていうのがあったんですよ、うん、ちょっとメンバーが、その時にマジでリアルにちょっとどうしようかなみたいな雰囲気なんかなったんですけど、やっぱりやめたんですよ。ちょっとなあ、まあシンプルにロレックスがちょっとお高いものではあるのであれなんですけど、その手前で企画でみんなで地方に行っていろいろ回って各ポイントでガチャガチャをして名前が出たら抜けていくみたいな、で最後まで残った人が全額その1日で使ったお金を払う、自腹するみたいな企画で、それを4回やったんですけど、全部僕が払うことになりまして、お金がちょっと手持ちが減っちゃって。なのでそのロレックス買うのがちょっといやあんまり買えないみたいな、ちょっと金運的には僕結構マイナスになってたんじゃないかなっていう、結構払う4連覇ってそうないことなので、確率で言うたらね、はい、なので、まあ、ちょっとそのロレックスはひよっちゃったんですけど、だからそこがちょっとダメなんだよね。もっと負けないとまあ負けないとっていうか、潔くそのチャンスは払った方が良かったよね。いうことなんだよ。だってそれによって帰ってくるもんっていうのは絶対あるはずですよ。なるほど。そういうのをするために人からお金借りたりとかしてでも買った方がいい。もうそうすれば、例えばですよ、はい、ね、こういう持ってるお方が出してくれたりとか。お前だよ。お前だよ。そうですよ。やっぱりなんかどっかで、やっぱその潔さだったり男気だったりを買う人っていうのは絶対いるはずなんですよ。はい。だけどなんか払ってんのに中途半端だから。普通に終わっちゃってるから、ただ負けた的な感じになっちゃって。マジですごいっす。だから回らないんですよ。これ全部は話せないです。ごめんなさい。全部は話せないですけど、僕男気をめちゃくちゃ評価するタイプなんですよ。だから。なあリュウジな、いろいろあるよな。はい。だからお前だからそうか、今日この後行こうか。そういうことですかね。でも本当にあの時はあの時が良かったんですよ。多分タイミングだ、タイミングだよ、タイミングか。すいませんお邪魔して。なあすごいな。だから本来は財運も不動産運もあるし、本当に強い立ち位置に生きる男なんだけど、そういうちょっとにみっちい考えだとかそういうところからちょっとその運を逃しちゃったりとかしちゃってる。なるほど。普通家庭があって子供がいてならまだ分かるけど、一人じゃないですか。はい、はい、そうです。完全に自分だけで、ね、男気やっぱ見せるべきでしょ。なるほど。じゃあもう今後ちょっとそういうお金絡みの、まあ、話がこう出てきた時は、思い切ってやるとこまでやる。なるほど。そうしたことによって見てる人が何かでまた返す、またそれで自分の地位も上がる、ランクも上がるっていうことになるわけじゃないですか。はい。でもなんか今ある中でちまちまやってるからよう出るワードだな、ちまちま。よしと見た時にちまちまよう出ますね。遠ざかっちゃってる感じがある。なるほど。だから本来の良さを出し切れてない、ちょっと今残念な結果ということです。なるほど。ただやっぱりね、本当に突っ込む時とね、突っ込んじゃいけない時とあるんで、やっぱり流れは見なきゃダメですよ。はい。だけどやっぱりせっかくそういうチャンスがあって、本来そういう性質があるわけですから、はい、もうちょっと男気出して、はい、じゃないといい女も捕まりませんから。なるほど。全部回っていかないっていうことですね。わかりました。ちょっと心がけて、はい、ぜひいろいろやってみたいと思います。ありがとうございます。いやー本当に先生ありがとうございました。ありがとうございます。もうちょっと震えました。あ、そうですか。もうなんかズバズバもうずっと先生がさ、チームカジサックに何年もいた人みたいになってましたもん。そうそうそうだよね。なんか僕ら当たり前になって今聞いてすごいって言ってますけど、初対面というか、そもそも存在も知られてない初めて会話した人じゃないですか、僕らも。それがあんなズバズバ的中してるってやばいっすよね。ちょっと本当にすごかったっす。そうですか。最後にすいません、はい、そんなチームカジサックってどうなんですかね、うまくいくんですかね、この。とりあえず筆頭トップは当然梶原さんですよね。はい、はい。これはうまくいくと思います。あ、本当ですか。60歳から梶原さんまたブレイクのタイミングが。最高じゃん。忙しいなおい。60からまたですか。すごい。その頃なんかお前大石灰みたいなとこ。大石灰。大石灰。どこ行ってんだよ。石灰切られてどこに入り込んじゃった。石灰すな。その頃大石灰じゃなかった。大丈夫ですか。だからそれを。みんなが信じるかどうかですよ。また60からの20年チャンス持ってますから。うわ、だからその60入る少し前に環境を変えるってことは大事です。なるほど。だから少しそこに入る前に今あるべき環境をちょっと見直して少しこう体制を整えたり身の置き場を変えたりだとかいうことをしつつ60からを迎えるっていう。そうするとその20年っていうのは非常にチャンスの年になりますから。みんなついてこい。ついてこい。それは YouTube ではないのよ。要は俺は38の時に YouTube でこれね、先生のチャンネルでお話したんですけど、38で始めたのがもう奇跡的に最高のタイミングだったらしいんですね、俺が。たまたま運やったけど、今回話聞けたから俺は60に向けてその手前から準備して、もう時代も変わってるでしょうし、いろんなものが生まれてるだろうし、そこへのまた新たな挑戦を60でするっていうことですよね。その時みんなでまた一緒に乗ったらええやんか。もうその頃リュウジもえらいもんで40代や。ああ、確かに。そうやね。40代か。その時でようやく40代。ってなってくると、安武も病気なく、吉富も病気なく、いい話聞けたな。うん、いや聞けました。いろいろ気をつけていきましょうよ。はい。いや、先生、先生本当にありがとうございました。ありがとうございました。ちょっともう感動しました。いや、ありがとうございます。頑張ります。いやでも本当にチャンスありますから、はい、それに乗ってほしいと思いますし、はい、ぜひ皆さんでまた頑張ってまたお会いしたいなと思います。ありがとうございます。こんなん言うとあれですけど、俺マジでこんなすごいとはというかあまりにもビンビンに言われたから。確かにこれ多分見てる視聴者さんも「開作チャンネル」をよく見てる人たちって俺らのキャラクター知ってるから、多分今ビビってると思うんだよ。本当にすごい。いやマジでありがとうございました。ありがとうございます。これからもちむかさん頑張っていきましょう。はい、応援してます。小杉かおり先生でした。ありがとうございました。さあ今ですね、はい、なんとですね、小杉先生から、はい、これ僕で言うとこちらね、僕木星人プラスだったんですけど、はい、こうやってちゃんと書いてくださって、なんと家族の分まで本当にいろいろありがとうございます。とんでもないです。なんとなんと、そしてメンバーの分までありがとうございます。ありがとうございます。これトンボ3冊なんですね。これ何なんですか僕。霊合星なんで、やっぱりこの2つの星の性質持ってるんですよ。でその霊合星っていうのはどんなのっていう説明の方もありますから。これを熟読していただければ分かりやすいと思います。お前めっちゃかっこええやん。かっこええな。ハーフみたいなさ。いやホンマっすよ。クォーターみたいなさ。かっこええ。霊合星人です。すごいな。はい。ちっぽけなプライド捨てちまえって。本当ですよ。安田君ももらってな。はい、いただきました。でなんだったら常の分まで。そうよ常の分。あれ常も霊合星じゃない。あ、常もだ。うわめっちゃ。もうわかる。めっちゃプライド高いもんね。ちょっと待って。常は土星と天王星人のハーフだ。ハーフだ。もうわかるもんなんとなく。いや先生本当にありがとうございます。いやこちらこそありがとうございました。皆さんもしよかったら本当に我々ちょっとびっくりするぐらい当てられたんで、気になる方はこちらね、素敵な本がだからそれぞれ。あるんで、木星人だったりとか火星人とか、それによって読む本は違うということですよね。これ簡単に調べられるんですよね今ね。そうですね、 QR で QR コード時代や QR コード入れたら自分が何星人かが分かるっていうことだから。はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。家族にもみんな呼んでもらいますので。ありがとうございます。最高でした。ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。インスタグラムのフォローお願いします。X のフォローもお願いします。TikTok のフォローもお願いします。またお会いしましょう。